はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、またやっていこう。前回は BOS の飛空艇、プリドエンで、ミュータント相当の任務をこなしていたと。で、今また殺風景なダイヤモンドシティの自宅にいるんですが、今回はじゃあ、リユニオン、じゃないや、リユニオンか。リユニオンの続きやっていこう。結構前に、このダイヤモンドシティの市長と、揉めていた新聞社員のパイパーと相談をする。で、BOS から支給されたパワーアーマーはとりあえずここに置いてあります。さてと、まさかトリガーマンか。出て出て。最近なんだっけな、トリガーマンに関連するクエストやって敵対してくるようになったんだよな。てかダイヤモンドシティに侵入してくるようになった。トリガーマンが主人公を倒すために、そうそう、ネルソン・ラティマを殺したから、そうそう、ネルソン・ラティマを殺したから。おら、よし、全然セキュリティが助けに来てくれない。あ、高橋が動いていた。いや、高橋。何にしますか？でもやっぱりこれしか言わない。これはネルソン・ラティマ関連のクエストを終わらせないとずっと来るのかな、トリガーマン。さて、パイパーに会いに行くか。パブリック・オカレンシズ。ニッキー・バレンタインが珍しくこのオフィスに入ってきたよ。何を言えばいいのやら、パイパー。あんたと俺と不運が古い下水管を流れる酸性雨のように一緒になって流れていくようだ。その例えにはここにいる依頼人も入ってるの？それで二人してこの事件にとうとう私を引き入れようって言うんだね。どういう話？助けが必要、助けが必要だけど遅すぎたって言ってみるか。間に合わなかった。ケロクはインスティチュートと組んでいて、奴らにショーンを引き渡したんだ。また息子を失ってしまった。インスティチュート？うわ、この気味の悪い話を調べて1年以上になるの。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれている。全くその通り。時には真夜中に人をさらう、時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロッグか。インスティチュートと繋がってたしね。あの手の人間はアクセスできたはず。入るのも出るのも。だがその角度から見てもうまくはいかない。他にアイデアは？そうか。他にアイデアは、ニック？文字通り一巻の終わりってことか。それで殺し屋の誘拐犯は復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。うん、殺さない選択肢ももしかしたらあったのかもしれないけど。奴は話さない。たとえ生き返らせる方法があったとしても。脳みそを吹き飛ばされてる。脳みそだ、そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチに欠陥があるんじゃない？いいか、グッドネイバーにメモリーデンと呼ばれる場所がある。心に残る過去の記憶を、それが起きた日のようにはっきりと蘇らせてくれる。グッドネイバー？死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、ドクター・アマリだ。ドクター・アマリ？ドクター・アマリとは何者なんだ？彼女の反省は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。
ケロックの脳の一部が必要になると思う。脳の一部、十分な量の開発室をあまりに持っていって、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック、気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか。何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。まあそうか、すでに持っていたかな。実はすでにあるものを持ってる。ケロクはこれを持ってた。頭の中に爆弾か。サイバネティクスってやつか。宝くじに当たるかもな。この突飛な脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。で、誰が一緒に行くの？ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。メモリーデン。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。まあハッキングも長けてるし、ニック連れて行こうか。パイパーはお留守番で。一緒に行こう、ニック。じゃあ行くか。心配するな。お前の息子は取り戻す。あと少しだ。リユニオン完了。二人が出かけている間に、もう少し調べておくね。連絡したければここにいるから。デンジャラスマインド。ドクターアマリを探す。よし。あ、もう ケロックの脳の一部。なんか持ってたか。レベルアップした。今そうだ。これを上げてます。これを上げることによって、ランク3のアーマーモジュールだとかが使えて、アーマーの強化ができると。次は39か。何かできることはある？言ってくれればいいから。ナットもいる。これだね。やっていこう。というか今2288年のお正月か。善良な人間でさえ恐怖に駆られればおかしなことをする。ダイヤモンドシティのモットーにすべきだな。場所は上の方か。ここか。ついでになんかサブクエストっぽいものもあるけど、ここがグッドネイバーか。とするとここを通っていく必要があるんだね。ここ結構前にスーパーミュータントとか結構はびこってて、あとレーダーもいたはずなんだよな。ここを通っていかないといけないな。おまけにここ結構ゲームが重たい地域なので仕方ない。行っていこう。パルシジェン社にファストトラベル。さあ来た。わざわざ街中通っていく必要もないか。おっと、レーダーがいるな。頭がちょっと見えてるな。あれか。おっと、歩き始めた。はい。まだいる？アタックドッグ。他に誰もいないとは思えない。戦うか。いた。ケロックピストル。オッケー。ほら、あら、リロード。はい、よし。まだいる？上にいるのか。あれもらって、こっちをもらって、おっとグレネード。上はいけないから今度制圧しよう。なんだあれ、光りし物。前どっかで見たな。上にいるのかこれ。光りし物がいるけど、こっちには来ようとしないよな。おっと、これは大丈夫か。どうもな、潜れる。
ほら、アルファ。よいしょ。ほら。パンチ。脱走。こっちを渡ればいいかな。あ、渡なくていいわ。まっすぐでいいか。違うな、こっち行くのか。とマップが未だにしっかりと把握できなくて迷いやすいな。敵がいそう。ん？ミスター？プライベートって書いてあるな。今のは生身でいくとやばいやつだ。こう、至るとこに敵いるな。これまずいな。侵入者よ、名を名乗りなさい。なんだ。さあ、でも近いね。おっと、レーダーがいるな。ヘリの音がする。なんだあれ、 BOS のか。あ、 BOS だ。誰かいる。こうまっすぐ行けばいいな。倒した方がいいな。くれ。外した。オッケー。来るな。待つ。オッケー。おお、銃が吹っ飛んだ。BOS が誰かと戦ってるよ。スーパーミュータントか。ヘッド。マスフュージョンビル。そういえば前回電磁波グレネードみたいなものをもらって、それでヘリコプターを呼べるって言ってたっけ。あっ、地雷がある。あ、看板があった。グッドネイバー、なんてとこにあるんだ。グッドネイバー。さあ、着いた。え、着いたけど、ここは。そこで止まれ。グッドネイバーに入るのは初めてだな。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。保険？だと？下がれと強気なことを言いたいけど、ああ、どうだろうか。下がれ。下がった方がいい。じゃなきゃ保険が必要になるのはそっちだ。そりゃなんだ。そんな哀れな響きは聞くに耐えないな。あれ？ポケットの中身を全部出しな。なんだと？そうしなきゃ事故が起こるぞ。大きな、血みどろの事故がな。まあまあ、タイムアウトだ。ハンコック。初めてこの門を通ったやつは客だ。ゆすりはやめるんだな。何を気にしてる。こいつは仲間じゃないだろう。市長に対する愛はないのか、フィン。市長。市長が通せと言っている。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたら、いつか新しい市長が立つことになるぞ。おい、話しているのはこっちのことか。では、言わせてもらうか。あれ。あ、はい、はい。どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませよ。死んでる。大丈夫か、兄ちゃん。殺したよ。殺したのか。殺したのか。ちゃんと二つの目がついてるじゃないか。そのうちここになれると思うぜ。グッドネイバーは人民による人民のための場所だ。わかるか。誰でも歓迎される。
殺しちゃったよ。無政府主義みたいな響きだ。無政府主義みたいな響きだ。最高の無政府主義だ。信じてみろ。そうすればいつかこの混沌の切れ端をふるさとと呼べるようになるぞ。誰が責任を負っているか覚えている限りな。この顔は一体どうしたんだ。殺しちゃったよ。遺品はもらっていこう。トウモロコシをナスが持ってる。あんたのために明かりを消そう。ここがグッドネイバー。ガンズガンズガンズ。あ、KL。 さあいらっしゃい。ここにあるものを使えば思い通りに怪我をさせたり重傷を負わせたり。なんか喋り方がオカマっぽい。品物を見せてほしい。どの武器もそれに見合う相手で試してあるよ。いろいろ売ってる。もうこの辺の街はフュージョンコアほとんどの店舗で売ってるんだね。これ欲しいな。とりあえず保留しとこう。ニックは誰と喋ってるんだ。時系だ。とりあえずだ。ドクターなんだっけ。ドクターアマリだ。ドクターアマリを探そう。結構広いな。外とは大違いだな。あ、この人も顔こんなになってる。ここにいる？メモリーテン。なんだここ。あらあら、ミスターイルマ。バレンタイン。あたしのことなんか忘れたと思ってたよ。たとえメモリーデンから出て行ったとしても、君を忘れることはないよ。この人が。まあ。あ、違う。あまりはしたよ。これなんだこれ。何してんだこの人。流れ物。下にいると この人？ドクターアマリ。ええ、儀礼的な訪問じゃないんでしょ。ニックに説明させるか。お前に任せよ、ニック。記憶を掘り起こしたいんだ、アマリ。だが簡単じゃない。悪党ケロッグはすでに床で冷たくなっている。二人とも頭がおかしいの。死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。そうなのか。あ、役立たずとかある。助けてほしい。頼む。これをうまくやれるのはドクターだけだと聞いてるんだ。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ。あまり連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。分かった、見てみましょう。でも保証はできない。もう持ってきているの。ほらどうぞ。見つけられたのはこれだ。これは何？脳じゃない。これは、待って、それは海馬ね。そしてそれにくっついているこれは神経インターフェース。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。続けて。やってくれドクター。ミスターバレンタインは古い世代の人造人間よ。だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。でもものすごいリスクよ。彼の脳に別なものを接続する話なんだから。心配しないでくれアマリ。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。うまくいくのか。本当にうまくいくと思うかニック。全くわからない。だが向こうには行方不明の子がいるんだ。リスクを取る価値はある。準備ができたらミスターバレンタイン腰をかけて。年寄りでごま塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ。いいか。さてと。オッケー。大丈夫か。ミスターバレンタイン、
ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう、何か違う感覚がある？チカチカする、動かなくなった。どういうことかさっぱりわからない、ドクター。これを恐れていたの。記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置のようね。移植された記憶にロックがかかってる。ロックがかかってる。解除方法は？そのロックを解除する方法を教えてくれ、ドクター。待って、一人の心では暗号が強すぎる。でももし二人の心を使ったら、あなたもミスター・バレンタインもメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。二人で記憶をたどると。やってみるか。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。向こう側で会おう。 OK、 これに入る。戦闘中？戦闘中ではないけど。あれ、ニク入った。あれ、入れない。戦闘中とは何のことだ。あ、なんかバグでバグってるな、これ。今敵いないのに危険状態になってるな。これなんとかしないとまずいな。ちょっとなんとかしよう。よし、治った。そっか、ずっと危険状態のバグになってたから、この町に入った直後ニックが扉にひっついてたのか、町の出入り口の。まあ、こういうバグはね結構このベゼスダゲームにはありがちなので、なんとかやりくりしていこう。で、座る。入った。タイムマシンみたい。ん？プリーズステンバイ。カメラ動かせないな。移植脳とホスト間における脳配送開始。移植脳から記憶活動の信号が出てる。弱いけれどそこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。それは安定しないかも。待ってて。はい。お、白い。ケロック視点の記憶なのか。よかった、シミュレーションがうまくいきそう。記憶はかなり断片的だけど。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。なんだこれ。あ、動ける。さあ、これをたどればいいか。これが見つけられた最初の無傷の記憶よ。ん、なんかあるな。こういうふうに記憶をたどれんのか。皆さん、公式発表が出ました。母、忘れないで。この記憶はケロップとして体験することになる。だから最初は混乱するかもしれない。そうか、これはケロック視点なのか。自分、あの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか。今考えると親父を殺して欲しかったんだと思う。殺せばよかった、家を逃げ出す代わりに。NCR とその放棄から逃れられる場所を見つけようと心に決めた。だが実際は母さんを親父から守らなかった罪悪感から逃げ出したんだ。今となってはどうでもいいことだな。ケロックの少年時代。母、母さんはどういうことか分かっていた。優しくはなかったが、母さんなりのやり方で愛してくれた。そして親父から守ってくれた。その代償は何度かの殴打では済まなかった。家を出てから母さんがどうなったかは知らなかった。知りたくなかった。その時は多くの人々にとって
親父がこっちにいる。親父は酔っているか家にいないかどちらかだった。どこかのレイダーのギャングと行動を共にしていたんだろう。レイダーだが本当は何をしているのか知ることはなかった。なぜ母さんがあいつと一緒だったのかわからない。どうしようもないろくでなしでなかった時期もあるんだろう。とんだ冗談ね。母さんどういう意味？なんでもないわコニー。みんな何か言いたくて誰かが自分たちを守ってくれるようになって。学校の先生は NCR が昔の良い時代を取り戻してくれるって言ってたよ。最終戦争の前みたいに。そんなたわごとに耳を傾けちゃダメ。そんなことを教えているんだったらもう学校に行かせないよ。出かけてくる。ブーツどこに置いたんだ。聞きなさい子に、これを持っていて。もう大きくなった。これってもう我が家の家長はお前だよ。家族を守るのはお前の仕事だ。父さんは役立たずだ。だがお前は父さんのようにはならない。いい子だからね。ラジオで言ってることも無駄話だ。この世界でお前を守ってくれる唯一のものはその手にある銃だけだ。生き残りたいならその使い方を学ばないとね。やるよ母さん、約束する。がっかりさせないよ。いつもいい子だったものね。これは探しているものとは違うみたい。消えた。この無傷の記憶は時系列で言うと今あなたがいるところに近いみたい。ほらそれを試してみて。今のがケロックのピストルなのか。こっち。こっちにもなんかあんな。サラ。大丈夫だ。そのうちわかる。でも、メアリーは知り合いもいないし、今は赤ちゃんもいるのよ。頼むよサラ。チャンスをくれないか。ハゲてない。ようやく装備一式のついたまともな職に就いたんだ。近頃の NCR ではこんなことないか。間違いだって言ってるわけじゃない。ただ、この人たち自分がやってることわかってるの？なんていうか。世間知らずよね。だがそういうところに入ってしまったんだ。まあ待ってくれ。数年以内に自分の仲間を率いるから必要なつながりができ次第。そうすれば欲しいものは何でもやるよ。今まで一度も心配したことはなかったのに。可愛いメアリーにも母性本能が目覚めちゃったんだわ。そんなものがあったなんて。おいおい、あの子によくしてるじゃないか。それに心配する必要はない。仕事のほとんどは社員の警備だ。こわもてに見せて立っているのが大変。その仕事だったらぴったりの人間を見つけたね。いいか、ここでの暮らしは素晴らしいものになる。わかるだろう。この仕事がお前とメアリーを守り続けるんだ。わかってるコニー。ここで本当に幸せになるんだね。その通り。見てろよ。大丈夫、赤ん坊は俺が見る。このまま続けましょう。次の無傷の記憶につなげるわね。一時ケロックは家庭を持っていたってこと。おまけにまだハゲてなかったけど。で、傷もないな。これはなんだ。最後はどうなると思ってんだケロック。相手には何をしても構わない。仕返しをされることはないとでも思っていたのか。知っての通りだよ。彼らは悲惨に死んでいた。そしてお前はいなかった。何の役にも立たなかった。ケロック、試してほしい新しい記憶が見つかった。接続するわね。
向こうにもなんかあるな。結構死んだ死体の脳の一部でも記憶はたどれる。座っても構わないか。好きにしてくれ。人の悩みを解決してくれると聞いたんだが、合ってるかい？金を払えばな。ああ、金は払う。顔に傷があるな。で、一人で全てやってのけると？その通りだ。仕事が終わったら支払う。それでいいか？そうしたいならそれでいい。で、誰に死んでもらいたいんだ？殺し屋？実はこういう話なんだ。あの家族は小川をずっと下ったところに住んでいて。だんだん近づいているみたい。次のを試して。殺し屋をやっていたと。次はなんだ。ミスターケログ、インスティチュート。アウトを決めてくれて嬉しいわ。あ、ハゲてる。あんた、インスティチュートの人間なんだな。本当にいるのか。この目で確かめたかった。ご覧の通り、生きてますよ。何のようだ。最近、ここの仕事に対してかなり破壊的なのが目に余って、辞めてもらいたいのです。金をもらって頼まれたことをしているだけだ。それが問題って言うなら、解決法は一つだけだ。で、それは何、ミスターケロッグ。あんたらが依頼人になれば問題はなくなる。聞いたところでは金の余裕はあるようだしな。現在の状況をよく理解していないみたいだけど。いや、理解していると思うぞ。いいでしょう。 B748 希望。オフライン、シャットダウン。驚いた。それなら話し合うべき案件があるかもしれないわ。近づいている感じ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。強い。もう脳が残っていない。あ、ほとんど無傷に見えるのが一つある。今接続する。バレンタインは大丈夫かな。あ、ここは手動オーバーライドを確認。低温睡眠。ボルト111。ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いいぞ。ログを調べてみよう。うまくいけば。あ、見つけてくれ。あ、主人公。ポット番号 C6、 突き当たり近くのホールだ。あ、インスティチュートの科学者だったのか、もう一人は。こいつだな。ほら、開けてくれ。終わった大丈夫？あと少し。これで全部うまくいくはずだ。あ、抱いてる。こっちに来て。ここに。いや、待って。いい子ね。この子は私が。赤ん坊を離せ。一度しか言わないぞ。ショーンは渡さないわ。くそ。赤ん坊をここから連れ出せ。そして少なくとも4人はまだ。低温システム再起動。これで殺されたと。何が問題なの。ほぼ終わりだ、ケロック。あとは確認だけ。よし、もう大丈夫だ。あ、あれをまた体験させてしまってごめんなさい。まだ先がある。無傷の記憶をまた見つけたわ。準備ができ次第繋ぐわね。
あ、これはケロックの隠れがダイヤモンドシティにあった。ん？ショーン。息子さん、これはつい最近の記憶みたい。だからいい知らせってことよね。記憶にアクセス。ダイヤモンドシティの真ん中で子供と落ち着く考えはなかった。実際ひどい考えだと思っていた。だが上層部が温めてきたプロジェクトの一つだったのでここにいた。子供と一緒に幸福な家族のように。最終的には気に入っていた。物事が違った方向に転がっていたらこういう人生だったのかもと思わせられた。だが後戻りはない。一時的なもので近いうちにいつもの仕事に戻るのは分かっていた。ショーンの赤ん坊の面影はもう全くないな。少年になってる。ダイヤモンドシティに仕掛けられた罠は上層部の入念な計画の一部だ。俺たちはボルトから友人をおびき寄せる餌だということははっきりしてきた。このタイミングは偶然のはずがない。上層部？これは上層部のやり方じゃない。結局出し抜かれたってことなんだろうか。やりかけの件を片付けたのか。ケロッグ、いいんだ。いつかお前も自分の頭を吹き飛ばされてこんな風にここに押しかける。一般市民への露出を最小限に抑えることが最優先です。俺が何を言ったにせよ忘れてくれ。それで今度の大きな危機とは何なんだ？新しい命令です。私たちの科学者の一人がインスティチュートを去りました。去ったとは？寝返りました。ブライアン・バージルという名前です。ブライアン・バージル。輝きの海のどこかに隠れているのは分かっています。これが彼のファイルです。これはこれは責任を取らされるやつは大変だな。生かして連れ戻すのか、それともただ排除するのか。排除です。彼は非常に機密性の高いプログラムに取り組んでいました。冗談だろ。バイオサイエンスボーイズの一人か。参ったな。ということはその子を連れて戻るんだな。その通りです。あなたの唯一の使命はバージルの居場所を突き止めて排除することです。父さんの元に返してくれるの？そうです。隣に立ってじっとしていてください。わかった。X688、 ショーンと転送装置の準備完了。転送装置。さよならミスターケロッグ、いつかまた会おうね。お、さよなら。テレポーテーション、それで全てわかった。インスティチュートの入り口を見つけた人がいないのは入り口がないからなのよ。そういうことか。接続を終わらせる。準備ができ次第。ん？あ、これで終わると。もう特に何もない。え？また戻った。終了する。ってことは本当にインスティチュートと一緒にいるんだ。どんな副作用が起こるかわからない。これまで誰もやったことがないからね。どんな感じ？いや、大丈夫。大丈夫だ、ドクター。ありがとう。よかった。
でも自分で引き続きチェックして長期的なダメージがないことを確認しないとね。向こうで何があったか話す気になった？ケロックの人生、ケロックの一生を見た。人の家庭を壊したやつの、俺が殺したやつの。そうね、彼は皆と変わらない人間で、どんなに残虐だとしてもそうなる理由があった。それでどんな気分？わからない。よくわからないんだ、ドクター。正しい感情なんてあるのかな。どっちにしても話がそれてきてる。大切なのはインスティチュートの最大の秘密を見つけること。唯一の問題はこれから何をするかね。バージルって言ってたっけ？ケロックが追いかけることになっていた科学者であるバージル、あいつを見つけなければ。その通り。裏切り者のインスティチュートの科学者ならあらゆる質問に答えられるはず。彼の居場所はどこだと記憶は言ってた？輝きの海？それは変ね。誰もあそこには行かない、たとえ絶望していても。なぜ？なぜ輝きの海はそんなに危険なのか？名前が全てを語ってる。放射能。放射能か。量が多くてあそこでは何も生きられない。好ましいものは何も。放射能ハザードのナビは新しくもないけど、輝きの海は人を秒殺するの。そこがわからないところ。バージルはあの地獄へ逃げていった。被爆量だけでも理想的な隠れ場所でもあるけど、行くしかないよな。バージルを見つけなければならないなら追いかける。行く気なら準備しないと。あそこでは放射能対策が必要になる。輝きの海と呼ばれる理由はそこにあるの。放射能対策は？大量の放射能の対策は何かあるのか、ドクター？化学製品があるの。ラッド X とラッドアウェイ。それなら結構持ってるな。持ってるだけ持っていくこと。もっと多くてもいい。密閉できる環境スーツを見つけられれば最高ね。あるいはパワーアーマーのスーツでもいけるかも。あれなら完璧ね。なるほど。放射能を抜ける方法を見つける。心配するな。幸運を祈るわ、無事で。ところでミスターバレンタインを先に引き戻したの。あなたが目を覚ますまでの間に移植脳を取り去って、今は上で待ってる。上で待ってる。ザ・グローイング・シー、輝きの海でバージルを見つける。なるほど。じゃあパワーアーマーとかで強化して、あれだな、弱める必要があるな、放射能汚染を。ニックと話す。ちょっと今回すげえ長いことになってるかもしんないけど、ニックと話しちゃおう。ニック大丈夫？いや、バレンタイン、俺の頭の中で探しているものが見つかるといいな。俺は正しかった。冷凍されてる時にあんたを殺しておけばよかった。なんだって？なんだと？なんだって？何の話をしているんだ？戻った。大丈夫か？大丈夫か、ニック？ああ、問題ない。どうして？今一瞬ケロックのようだったけど。今、まるでケロックみたいな話し方だった。俺が？あまりは記憶の印象が少し残るかもしれないと言っていたが、とにかく問題はない。進めよう。ニックを連れていく。行くぞ、ニック。大丈夫かな？今まですごい乗り心地だった。次はどうなるんだ？よし、じゃあ今回はここまでしようかな。じゃあショーンはもう少年になってて、おまけにインスティチュートと一緒にいると。で、そのインスティチュートの裏切り者バージルがいる放射能汚染がとてつもなく強い輝きの海に行かなければならないといったところかな。クエストはこれ。じゃあ今回はここまでにしよう。はい、ご視聴ありがとうございました。